エスパのファン、活動の少なさに不満爆発。7月に発売したジルルズでは各音楽番組に1回ずつ計4回しか出演しなかった。年末のステージの知らせもなく絶望、もっと神経使ってほしいと主張。ペンタゴン不意、本日除隊。ルセラフィム桜&カズハ、金浦国際空港に到着。エンハイプン、2023年1月21日と22日に京セラドーム大阪にてワールドツアーエンハイプンワールドツアー一重引用フマニフェスト一重引用フインジャパンの追加公演決定。セブンティーン、11/16/12/18/24モール名古屋ドーム前1階特設会場にて企画写真展セブンティーンワールドツアーフォトイギビションイン名古屋開催決定。オメガ X の日本での活動についてマネジメントしていた株式会社スキーヤギ。今回の騒動を受けてスパイアエンターテイメントとの業務提携を解消したことを発表。日本オフィシャルサイトやファンクラブサイトについては今後方針が決まり次第、サイト上で知らせることに。オメガ X テドン、姉がインスタグラムでスパイアエンタの前に所属していた庭井エンタについて暴露。携帯電話を没収されていて祖父が亡くなった時もすぐに伝えられなかった。葬儀場に一緒にいることもできず、ちょっと弔問できただけだった。法務法人 S 側は庭井エンタに対しても法的対応すると宣言。